りました。おぞ、またどうぞ。鼓動か。よし、行こうぜ。風が強くなってきた。嫌な予感がするわ。急ぎましょう。よいしょ。広場が見えてきたぜ。みんな見てください。あれは祭壇。戦勝銃です。地形が変わっちまったぞ。巻き込まれたら無事じゃ済まねえな。フラカー、あの子の名前です。さっきかすかに声が聞こえました。とても悲しそうで、助けを求めてるみたいでした。一体どういうことかしら。とにかく近づいてみましょう。ジュリアちゃん、いざという時はお願いね。はい、わかりました。向こうに渡れそうな道を探しましょう。みんなついて。見せてあげる。もっと奥まで探ってみましょう。何かな。これはなかなか。またこいつらか。邪魔すんじゃねえ。もしかしてこのゴブリンたちは戦勝銃から逃げてきたのか。おそらくそうだろうな。それで宮を襲われたんじゃ、島民もたまったもんじゃねえ。これで邪魔者はいなくなったな。祭壇に向かおうぜ。よし、さっきの仕掛けと似たようなやつを見つけたぜ。てらっ、待って。この道を進めば祭壇だ。急ぐぞ。ようやくゴールってわけね。よいしょ。おお。ん、またお前かよ。安心して。やっ、バラの香りに埋もれ。ここだろ。おい、崩れるぞ。ちょっとちょっと、なんなの。ジャンプに。とにかく走れ。止まるんじゃない。今度は下からかよ。みんな、あと少しです。今のはやばかったぜ。レリア、大丈夫か。祭壇は上の方か。とりあえず登っていってみようぜ。これはなかなか。
上だ。足場がここしかねえから上に向かって逃げるしかねえ。フラカン、暴走する体を制御できないのね。とても辛そうです。このままじゃ危ないです。急ぎましょう。だー、こいつらも取りねえな。本当オブリンたちも錯乱しているのか。出口だ、突っ込め。手荒にはなっちまう。仕方ねえ。あ、なんとか隙を作り出し、ルリアに力を吸収してもらう。ルリアが呼びかけてる間は迎撃するしかなさそうだな。気をつけろよ。これで決めるぞ。どこに行くの？流れを。ヒールオール。レオユー。中止だ。これはどう？必ず助けるからね。フラカン、チャンス。あとは任せて。私に任せて。風を操る水晶じゃ。やっちまえ。攻撃に集中しましょう。やるぞ。やめて、フラカン。とんでもねえプレッシャーだ。距離を取った方が良さそうだぜ。この荒々しさ、ツヤマトの風とは似ても似つかぬな。癒しや守護をまとわぬ暴力的な風か。痛恨の思いが伝わってくるよ。Yeah.
の攻撃が届かない。まるで風の弾丸だ。どうにか止める方法はねえか。私が止めます。よっ、光の守り叶えます。みんなこっちに来てください。よくここから出るなよ。ライズの名はバハムート。あった、答えてくれて。なんだかんだでやっぱり味方だと心強いのな。フラカーの力も増大している。おいおい、こいつは変身ってやつか。あら、青少獣だもの。珍しくはないわ。青少獣、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。でもその兵器は戦いの後空の世界に残される。あるものは土地に根付き、あるものは信仰の対象となり、あるものは人々と生活を共にし文明の発展に寄与した。フラカーンは息吹を司る青少獣です。その力で島の発展を支えてきたようです。そんなこの力をねじ曲げ、大切な島を破壊させようとする者も。だが注意しろ、この暴れっぷり一筋縄じゃいきそうにね。お願いします。すごい魔力ね。吹き飛ばされないようにしなきゃ。ヨーダ、この子の力普通じゃないの。どういうこと。わからないわ。でもこの自立の気配一体。ロゼッタ、任せてちょうだい。ダディロー決める。アセンション。狙うなら今だ。全力で行け。フラカーン、今ショットだけど声が届きました。もう一息か。どこ見てるの。よっと、シンクのエンジャブルズ。そんな、あれって。そんな、そんな、そんな。よっ、終わりだ。これで、よっ、ファイル、ケア。任せるわ。任せる。空気を逃した。私も続くわ。任せてください。大したものだ。いつでも頼ってちょうだい。大丈夫だよ、フラカーン。だから安心して答えなきゃ。私たちはあなたを壊したりなんてしないから。よし、なんとかなりそうだな。みんな、頑張れ。ボラット、捕まえてごらんなさい。危ない。
もう大丈夫だから。ありがとう。これで一件落着ね。そうやな、早く戻って便利屋の兄ちゃんにも教えてやろうぜ。おい待て、あの船なんだ。赤い気球艇か。ずいぶんと目立つ塗装だな。聖少女が吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別に。そんな。おい。ルリア、大丈夫か？あれは私じゃ、私は何も。救助隊ってわけじゃなさそうだな。奴らもなかなかやるようだな。勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らは？お待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。いや、離してください。ルリアに何をする？どういうつもりだ？ほう、ここは俺が。あ？まあ、いいけどよ。90秒で済ませ。なんだあの野郎、なんか変な感じがする。こっちこっち、逃げ切った。咲かせるわ。やっと逃がそう。強めでいくわよ。さて、おい、まだだ。甘いな。これならどうだ。どう、その程度。これはどうだ？この血の強さ、一体何なの？わからない。人間離れした力だ。無駄だ。そこ、これ大丈夫？終わらせる。消えろ。消えろ。どこ？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 無駄だ、そろそろ終わらせる。受けてみろ。やっやっ、これはどう？どこ置いてよ。終わりだ。
あと一人。くそー、なんなんだこいつ。甘いな。むちゃくちゃ強いぞ。行くぞ。ようやく会えました。救世の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。え、私ですか？あなたはまるでカトに伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。んこれは失礼。私はナオリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想郷？それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、救世の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ。さっきから何勝手なこと言ってんだ、この野郎は。いいぞ。参りましょう。カタリナ、ルリア。弱ってる場合じゃねえってのに。嫌だよルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナージの名は。お前はふさわしくない。ここにいます。
して助けてくれなかったんですか？それじゃあ姉さんたちのところに行こうぜ。みんな心配してたからな。止めないでくれ。ルリアを助けなければ。落ち着けってカタリナ。私は誓ったんだ、ルリアに外の世界を、雄大な空の世界を見せると。それがこんなことになって、私が守ってやれなくてどうする？あ、団長。その様子じゃもう平気そうだな。団長、すまない。お待たせしました。皆さんを襲った教団の行き先が分かりました。何？どこだ？あの連中はルリアをどこへ？おい、姉さん、落ち着けって。オイラたちのために。あ、すまない。大丈夫ですよ、カタリナ君の気持ちは僕も理解しているつもりです。それに皆さんはテンペールを救ってくれた恩人ですから、アビア教団の情報を調べるくらいお安い御用ですよ。どうやらこの町の人は星と団長君、体の具合は？もう大丈夫です。よかった、本当に無事で何よりです。で、その教団であらの行き先は？おそらくルリアちゃんはロンターニュ島に連れて行かれようとしています。ロンターニュ？ここからは僕も同行しましょう。案内は任せてください。おいおい、ちょっと待ってくれ。俺たちは気空師だ。一般人の身の保証は？アビア教団の活動は日ごとに苛烈に、連中がテンペールの地で武力を使い、旅僕としても見過ごすわけにはいかないのです。それに分かってもらえたと思いますが、この空域じゃくさ。それで皆さん、グランサイファーな。そう、もちろん僕もお手伝いしました。ん？あと何でもありません。あとは団長君に新しい剣とボロボロで使えなくなってましたからね。すげえな。皆さんがいなければ今頃はこのフォルカも、これでもまだ感謝し足りないくらいなんですよ。ありがとな、便利。ローランです。協力に感謝する、ローラン。よし、わかりました。僕、また後ほど。リリス、僕は必ず。よし。よし、行こうぜ。カタリナさん、ルリアをさらわれて思い詰めてるの。ルリア、オイエンさんは辛そう。負けたまんまじゃいられねえわ。貴公子の意地ってもんを見せてやら。
ロゼッタさん、何か考えがあるみたい。ねえ、団長さん、どこか具合が悪かったりはしない？きっと大丈夫。それで、ラカムさんから強い投資を。今に見てろよ。それで覚悟は決まったみたいだね、イオちゃん。団長、ルリア、すみません、お話聞かせてもらいまして。及ばずながら、このシロちゃんもお力添えを。どうかこちらをお役立てください。オイラも覚悟を決めたぜ、相棒、やってやろうぜ。いただき